これでほらお洋服もあるじゃないですか、うん、ちょっと後ろに下がってますけど、うん、24時間身につけた場合、うん、やっぱり体に変化出るでしょうね。変化は著しいですね。出過ぎちゃって怖いっていう人もいるから。いやー、ね、例えばどんな感じで。いや、あのセンサー効果っていうのが起きて、はい、細胞が異常な状態でいるときに自分で異常だっていうのに気づいちゃうんですね。要するに細胞にスイッチが入るような感じ、はい、だから自分の正常な位置が分かるとすごい無理してるっていうのが分かる。無理してるとそれこう和らげないと窒息しちゃうから一気にこう変化が起きてる。で急激に変化が起きる時と緩やかに変化が起きる時とその方の状態によって違ってくるんで、なんか今いろいろあるからちょっと放送できないかもしれないけど、治りそう、治りそう、これを身につけたり、もう大いに期待しているですよね、なんか治りそう、だから私は寝具に使ってもらうのが一番ありがたいなというのは、必ず使うじゃないですか。そうですね、いろんな健康器具を見てても、ほとんど私も昔疲れて買ったのよ、でもね3ヶ月もしないうちに廊下の隅とか、どっかに追いやっちゃうんですね。うちも買ったなんとかスリッパーみたいな、ね、俺寝具にすると使わない日がないじゃないですか、いやだってねこれね、こうやって持ってるだけでも足の先までポカポカになる。そうです、これなんか なんて説明したらいいのかわからないんだけど手でしょ、手で持ってるだけなのに、足の先まであったかくなるんですよ。今までにない感覚ですね。そう、そうなので、これをね言葉で言うの難しいですね。波動っていうとちょっとなんかやっぱり軽い感じに聞こえちゃう、そうなると一緒になっちゃうんですね。そうなの、そうなの、なんかその波動っていう軽いもんでもなくて、もっとねなんかこうなんていうの、生命に響くものですよね、そうです、だから気持ちも変わっちゃうし、わかる、わかる、なんか永遠にこう触ってられる、でエネルギーがこう自分のエネルギーが上がっていくのがわかります。わかります、前回お邪魔した時に、あの社長になんか腰に巻くやつで実験さ、したんですよね、腰ベルト。あ、そう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 、だけどこれやる気ベルトって言ってるんですよ。ああ、なるほど、やる気が出るから、もう勉強も落ち着いてやるし、そこら車も落ち着いて運転できるし、なんかあれ、それはあのベルトはこれで作ってるんですか？いや、表面、内容はそうなんですが、あった特殊な鉱物をこういうふうに入れてあるんですね。ここに蓋があるでしょ。で、これ自体はこれと同じ特徴の製品。この生地ですよね。そうですね。で、そこにさらにこういう特殊な、うちではマリムーンって言ってるんだけど、鉱物の結晶を人間の波動っていうかね、それにこう合わせた結晶をこの中に入れてあるんです。それをここにつけて、ちょうど腰の部分にこう来るように2箇所置いて、これをこう腰に。え、私やってもいいですか？あ、いいです。この矢印が背中に見えるように。これが背中に見えるように。こういう状態で使えばいいんですが、しばらくすると腰が緩んで無理がない状態が起きてきます。無理な状態が起きてくると緊張がほぐれて、冷静沈着に物事ができるように。魔法なのこれ。いやいや、でね、で体の方はどうなるかというと、本当の自分が気づくんで、例えばこれを取るじゃないですか、これだと普段の自分ですね、普段の自分の時は自分の癖があるんですね。ああ、ありますよね。過去の細胞のトラウマじゃないけど、こうやったら無理だとか、で自分で規制かけてるんですよ、でこれが外れるんですね。やだー。でちょっと取ると分かるんですが、分かります、分かります。だから私今はめたいの、今すごい。あ、そうですか。いや、取るとね、取って前屈やるじゃないですか、普通に、はめて前屈やるのとは体のコントロール全然違うんですよ。やってみて。私ね、体硬いんですよ。はい。で、これでこう、まあ、大体2、30センチありますよね。痛い。で、これをやってみてください。これね、自分で行かないようにしてるんです。あ、わざと？はい。体の癖ですね。で、これで解放されるんです。解放！もう今ね、マイブームです。解放。
あ、本当だ、倍違う、はい、痛くないでしょ。痛くない、本当だ、それが本当なんです。こっちが本当、うん、じゃあ私ね、これつけてるだけで、私あの肩、体曲がってるんですよね、うん、どうしてもこう右ばかり使う癖があるので、うん、毎日使い込んでるとどんどん変わってきます。なんかそれがなんか整ってる感じが、つけた瞬間からする、うん、そうそう、整うっていう感じ、やばいやばいよねやばいよね、なんて社長に向かってやばいよね。これはあのやっぱりね、波動をお仕事にされてる方からご紹介いただいてるだけあってですね、うんうん、すごいですね、無敵、無敵になっちゃう、うん、無敵とか地味なセロリだけどそう、ね、そうなの、うん、だからなんか私こうお邪魔するまでもっとなんかこう大々的に大都会でのご住所だったので、うん、大々的にビジネスをされているのかと思ったら、うんうん、結構あの、うん、ほんと知る人ぞ知るっていうか、そうそう、地味なんですよね。気づかないでね、うん、お店が、店舗があるわけじゃ、うん、路面にあるわけじゃないから、うん、そうそうそう、もう多分多くの人は気づかないで、うん、ご縁でつながってるっていう、うん、そういう感じ、そういう感じですよね、はいはい、商品もすごいいっぱいあって、うん、気になってしょうがない、うん、そうですか。お洋服なんかもいろんな、結構デザインのもの置いてますもんね、うん、よく専属のデザイナーはいないんだけど、うん、まあ、ほら女の人も、うん、それちょっと見せてもらってもいいですか。女性もね、こういうさ、あのなんていうの、このこういう系、こういう系って言ったらあれなんだけど、うん、デザインがね、やっぱね、うん、ちょっと可愛くないのが多いんですよ、うん、その、うん、寒い的な感じの人になっちゃうじゃないですか、うん、この波動の、うん、ね、だけどデザインがね、すごい可愛くって、見てこれなんて本当にビジネス街歩けるこの感じ。大体こういうほら、うん、コットン系のものって、うん、名前言うとあれだけど、もう本当に寒いみたいな、うん、ちょっとこうその道の人っていう感じになんかほらね、その道の人って感じになっちゃうけど、うん、このデザインはね本当におしゃれで、うん、若い人でもね行きたくなるようなデザインを、ね、うん、整えます。いや、気持ちいいです。ね、気持ちいいですよね、うんうん、コツコツ売れてます。ああ、でしょうね。あの芸能人のほら、熊谷真美さん。真美さん、ええ、熊谷真美さんもここで、ええ、ですよね、ええええ。熊谷真美さん、結構多分うちの番組見てる方だったら、ええ、知ってる方多いんですけど。ね、ほら、社長これ何年前ですか？コロナの前だから、4年前くらい。うん、じゃあやっぱり早くからもうね、真美さんなんか目つけて、うんうん、あ、誰かの紹介で来たって言いましたっけ？あのさ、この近くにあの自分が通ってるエステっていうの、うん、芸能人でこう、はいはい、嫌い、はい、でこの八丁堀、今ここは1丁目ですが、はい、4丁目か3丁目にすぐ近くにいたんですよ。でそこに通ってたの、うん、そしたらそのエステシャンの人が、うん、みんなフラ使ってたのね。で何で使ったんですか？いや、変わらないのに、設計いらないから。そう、ああいう人ってプロは分かるんですよ。あ、全然細かくない。それであの寝具も、うん、エステの台が全部フラのシーツなんですね、うん、でそれかけられた時に、何これ、何これ、なんで内緒にしてるのって言って、教えてよって言って、ここに一人で来ました。来たの？来た。それで何々って言い出して、いや、もう全部使い合って、うん、それから結婚当時したばっかだったんで、はいはい、ご主人がやっぱりアトピーっていうか、書道家の先生が、はいはい、体が、肌が弱かったから、はい、余計こういうのを探してたんです。へえ、うんうん、洗顔やめれるってすごくない？もう簡単です。一応ほら、決めがない、細かいですもんね。細かいっていうか、ですよ。うん、もうすごい楽、これで洗ってる、うん、お化粧してる人も落ちるのかしら。お化粧みんな落ちる、まあ、お化粧が落ちにくい化粧品っていうのが最近あるじゃないですか、うん、そういうのはどうかなと思うんだけど、大体普通のものだと、すごくない？フラ、うん、こんな感触です、うん、だからお洋服と同じ感触ですよね。そうですね。すごい、これね、シーツで寝たら本当に最高だね。シーツはね、まあ一番広げたい国民の健康っていうか寝ている間がね、うん、大事なんですよね、人間の体って。
ぱ一番元気を取り戻すのが睡眠だから、うん、食べ物より先に来るんですね。うん、うん、あのだからいい食事っていうじゃないですか、はいはい、だから よく調べたら、確かに、あの明治5年から食に移っちゃったんですよ、はい、江戸時代までは胃が中心だったんですよ。いい食事でも言われてみれば順番通りなはずですね。胃の横に福っていう字につくんですね。うーん、で福という字はね、月をかぶるっていう字なんですよ、うんうんうん、だから宇宙とつながるというか天空と全ての生き物がつながってる。だからあの植物見ると葉っぱはどこ向いてます？太陽とお月さんの情報なんですね、うんうん、だから生き物も全部そう、うん、これがあの素粒子が地球に送り込んでくれてる、そういう、だからその生命情報は深海でも通ってるんですよ、うん、地球貫通してるから、うん、で土の中でも生き物生きられるんですよ、うん、生命力っていうのがどこにも来るからね、うんうん、だから深海 5000m でも暗黒の世界でも生き物は湧くんですね。湧くっていうかプランクトンが湧くから餌が湧く、うん、だから生き物いるんです。でそんなような話とかね、あ、なんかアイテムが、うんうんうん、これはね、あのこの人たちがあの増川さんとか小林さんって言って、はいはい、素粒子でノーベル賞をアベック、はいはいはい、アベックで撮ったんですよ。その時記念してニュートンっていう科学雑誌、はい、ここの7月号でね、こういうのを載ってたんです。普通目に見えない世界だけど、はい、もし皆さん一般の素人の方が想像するにはこんな図です、はい、で何も見えないけど こんないうふうに宇宙から素粒子がこう、でそれを受け取ったところに生き物が発生する、うんうんうん、だから草が生えたり、うん、海の行くとプランクトンが発生したり、うんうん、サンゴ礁が生えたり、うんうんうん、でこれが地球が青くなったり、うんうんうん、でその理由はお月さんのおかげだと。太陽じゃなくて？もちろん太陽はあるんだけど、例えば火星は太陽が当たってるんですよね、はいはいはい、だけどお月さんがないんですよ。だから火星はどういう星ですか？砂漠です、うん、金星も砂漠、はい、水星も砂漠、うん、地球以外は全部砂漠なんですよ、はいはい、だから宇宙はエントロピーって言って、うん、地球以外は地球はエコロジーになったのね、はいはい、地球以外の星はエントロピー、うんうんうん、太陽のおかげ、うん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 、で地球は両方持ってるんですね、うん、太陽のおかげもお月さんのおかげも、だから地球だけね微生物が湧いたんですよ。生き物が湧くっていう、うん、今でもそうです、ね、だからそのおかげで全ての生き物に微生物が介在しています。で私たちで腸内細菌とかね、はい、全部そうですね、はい、常在菌もそうですし、はいはい、でこれが死んじゃうと人間死んじゃうんですよ、うんうんうん、だそんな風に、でその原動力がこれだと。だから人間の細胞、うん、だから今ご婦人で申し訳ないけど、例えば生理とかあったら月経って言わなかったですか、うんうん、言った、ね、言った月経っていうのは月の周期、確かに、うん、だから細胞という字を見ると、うん、細いに月を包むという字になる、うん、だから子宮の細胞は月と会話してます、うん